2023年、7月29日、7月最後の週刊広島瀬戸内新聞ニュースということになります。はい。まあですね、三原本郷参拝処分場の問題ですね。湯崎、秀彦広島県知事、暴走ね、が続いています。まだね、汚染水がね、処分場から出続けているのにね、もう本郷参拝処分場ね、再開、容認するね、決定をしてしまいました。要はね、警告を解除ということであります。一方でですね、竹原市議会は、木曜日すでに厳正な対処を求める決議をしておりますけれどもね、厳正な対処とはね、あべこべのね、この決議、本当にね、許しがたい。あべこべの対処とはね、厳正な対処とは求める決議と、あべこべのね、知事の行動にね、本当に怒りをね、覚える、そういう状況であります。知事にね、舐められない県民に、知事ね、意見をね、送りましょう。県政提言メールというのがね、あります。ね、例えばね、三原市の本郷参拝処分場に対する設置ね、許可を取り消してくださいとかね、お手漏れではないきちんとした水質調査を行いね、水質の改善をしてください。業者から土地を買い上げね、水源を守ってください。そしてね、環境配慮条例や水源保全条例などを制定しね、全国一律参拝規制を強化してください。まあ、この辺のね、話をね、ちょっとね、皆さんの方からね、送っていただければね、幸いであります。それからね、反核平和、いよいよ8月6日やってきますけれどもね、広島市の松井市長、平和宣言で改めて、核抑止論、批判していきます。この間ね、裸足の原の削除、ね、あるいはパールハーバーとの、ね、姉妹協定とかね、アメリカに忖度したね、怪しい動きもね、非常に強まっておりましたけどもね、市民や被爆者の、ね、突き上げが効いてね、まあ広島ビジョンで正当化されたね、核抑止論、これをね、きちんと批判するという方向になっておりますんで、まあこれ一定の評価はできるかなと。引き続きね、しっかり、松井市長が怪しい方向にね、これ以上行かないように、チェックしていくということが大事なのではないでしょうか。それからね、福島汚染水ね、放出反対のね、日韓市民行進の皆さんがね、広島をね、通過中でございます。今ね、東広島市の方をね、通過しておられるというところでございますけれどもね。そしてね、まあ、31日はね、伊方原発広島裁判。まあ、原告側の証人尋問がね、31日にまた行われます。まあ、詳しくはね、裁判、伊方原発広島裁判に検索いただいてね、やれば出てきますんで、また引き続きね、よろしくお願い申し上げます。本当にやっぱりね、まあ安全性という意味ではね、もう全然ね、原発というのはアウトですね。じゃあエネルギー政策という意味でもね、じゃあエネルギー安全保障、あるいはね、気候変動対策という意味でもね、これはね、やっぱおかしいわけでね、原発からのね、排水っていうのはね、やっぱり瀬戸内海の、ね、温度を上げちゃうわけですしね、そうすると温暖化対策としては罰だしで、それからやっぱりなんていうかな、エネルギー政策としてもね、じゃあちゃんとね、蓄電池とかそういう技術をね、発達させればね、電力のね、ピークを抑えられるわけですよね。それをね、そういうのね、ちゃんと進めないからね、じゃあ、やたら出力が高いね、原発をね、維持するという話になっていっちゃうね。特にもう東京電力のね、真夏とかね、真冬、まあちょっと春先の、だからそういうね、東京の場合実はね、春先に、ね、雪が降るときが一番ピンチになるケースあるんですけどね。まあ、東電管内のね、そういうね、極端なところだけがね、足りないというのが本当実情なんでね。やっぱりそこをね、要するにやっぱり蓄電池、ね、電気を貯めておくと。蓄電池、ね。こういうことをね、しっかりやっていくっていうのがね、必要なのに、ね、それをね、そっちでガーンと投資をすることをしない。諸外国やってるの日本はしないでね、老朽原発を誤時するって。ね。こういうね、方向性もね、絶対改めていかないといかんというふうに思います。それからね、カープ。後半戦も一挙に5連勝ということでね、救援挟んで10連勝。ね、一時ね、首位になります。昨日ね、タイガースとのね、首位攻防、初戦でね、負けちゃいましたけどもね。まあちょっとやっぱりね、ミスも出ますよね。ミスが出ると負けますよ。
ちょっとね、引き締めの頑張っていただきたいなと思っております。それから労働問題。最低賃金1002円。まだまだ足りません。ね、これでもね、やっぱり1500円、でもやっぱり今ね、物価上がってるから足りない。ね、長年のやっぱり労働者虐待政治。これがね、やっぱり改めていくのはちょっと時間がかかりますけれどもね、粘り強く、これね、引き上げていくと。これ言うことしていかないとね、どん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 日本から人材も出ていくということになります。まあ本当この20年、30年、ね、労働者の賃金をね、これ切り捨てることでね、しかね、日本の企業っていうのがね、収益は上げられないというか、そういうこと、あるいはね、給料上げてもビッグモーターみたいにね、せこいことをするとかね、そういう方向になっちゃった。これをやっぱりね、改めていくというのがね、大事なんじゃないかなというのは。とか、西部総合ユニオンのね、ストライキ権確立。ね、これも本当にね、勇気づけられます。ね、組合投票でね、確立しました。ね、雇用が守られないと。ね、経営側がね、言ってるね、売却、雇用も本当に守れるのかと。ね、疑問。全然答えてないということでね、組合投票で頑張られました。心からね、給与の表していきたいと思います。そしてね、また、ABC マートでのね、こういうね、女性パトロール祭労使交渉の賃上げ、まああったし、あとね、アメリカではね、トム・クルーズも参加した俳優のストライキ、こういうのもあったし、ね、労働者のね、奮闘が目立っております。そしてホームヘルパー国賠訴訟ね、控訴審を、進みました。24日に、行われましたけどね、まあ署名ね、ホームヘルパーの改善、待遇を改善してね、日本の介護を守ろうというね、署名。まあ内容的な公正な判決を求めるって言うんですけど、だから結局ね、日本にはね、制度そのものをね、改善をね、命令するね、裁判っていうのはできないんでね、国家賠償訴訟という形、間接的な形しかできない。ね、ドイツみたいな憲法裁判所がないからしょうがないんでね、こういう形でやっていくということです。それからね、反貧困ね、1960年以降ね、最悪のね、食糧危機がね、特に子供の食糧危機。これね、日本をね、襲っておもやっております。子供食堂、ね、キッズアン、8月5日、第2回です。次回以降はね、毎週日曜日でございますんでね、よろしくね、お願い申し上げます。今日はね、6歳チャス通信の方にも乗りましたんでね、よろしくお願い申し上げます。そして事件、木原、政治官房副長官の妻のね、前夫とね、開始事件。妻をね、取り調べて、元警部補がね、これはもう殺人事件だというふうに断言をいたしました。ね。まあ、その妻がね、じゃあ、犯人かどうかはね、別として、やっぱこれ殺人事件であると。やっぱりそれをね、やっぱりね、そういう揉み消したということがね、やっぱり木原ね、副長官がね、関与してたとすると、もうこれはね、完全にね、木原副長官アウトということでもありますしね、まあそういう男をね、任命した岸田総理の、ね、任命責任というのもね、出てまいります。本当ね、警察がね、行政、警察にね、だからね、自民党の大物政治家を忖度させるということがね、安倍政権の下でも起きましたけどね、結局ね、あれもね、安倍さんにね、対してね、過剰な忖度を、ね、した結果ね、じゃあ警備体制がおろそかになって、安倍さんが命を落とすという皮肉な結果にもね、なっちゃったわけでね、よくないですよね。やっぱりね、警察がね、権力に忖度するっていうのはね。うん、それから、ビッグモーターの保証人、ね、損なしと。まあね、損保ジャパンと担当で癒着ということもね、指摘がね、そういう報道も出ておりますね。やっぱりね、よくないですよね。業者とね、関連する業者とね、じゃあ保険会社がね、じゃあ、この距離が近すぎるというのがね、どうかということですよ。ね、損保ジャパンさんね、介護施設もかなりね、作られている状況ありますけどね。やっぱりどうなのかなという疑問はありますよね。うん。やっぱりね、自分で保険をね、売ってね、で、介護もね、するっていうのは、どうなのかと、そこら辺がね、いうのはね、利益相反というかな、そういう問題もありますしね。まあ、あとは、すすきのね、殺人した遺棄事件ね、まあ、非常にね、衝撃がありましたけども、ただこれもね、被害者の男性がね、加害者の女性に性的暴行したんじゃないかという報道もされています。これ事実はね、性被害者の保護をね、十分にできないでね、結局、自力救済をね、加害者一家がしてしまったということになるわけですよね。あとね、やっぱりその、
女性のね、お父さんね、まあ、坊やと、まあもう、はっきり言っちゃうと日本共産党のね、有名なね、気鋭のね、気鋭の有名なね、お医者さんのね、活動家というところでね、まあ本当に非常に、立派な活動されてたんですけど、残念な結果ですよね。もし、容疑が事実とすれば。もうこれね、仲間がね、追い詰められたのにね、気づいてあげれなかったっていうね、まあ野党のね、陣営の問題というのもあると思います。まあいろいろね、厳しい中でね、活動する中でね、そういう余裕がなかったといえばそうなのかもしれんけどね、やっぱり仲間が追い詰められてるのに気づいてあげれなくてね、統制拡大ということもね、これないと思いますよ。まあそういったことも含めてね、いろいろね、ちょっと暗いニュースもね、多かった先週でありますからね、まあカープね、今日明日とね、また頑張ってね、いただきたい。そして来週はね、8月6日、いよいよやってまいります。ちょうど1週間後、ね、8月6日、ね、日曜日ですからね、ぜひね、しっかりね、G7 広島サミット、ね、核抑止、核兵器正当化をね、許してしまった。この G7 広島サミット、ね、最初の8月6日でありますんでね、しっかりね、広島市長、あれはね、岸田総理、何を言うかしっかりね、注目をしてき、そしてね、総理やね、知事やね、市長にね、舐められない、有権者、お互いになって参りましょう。広島市民革命、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、号外じゃない、週刊広島瀬戸内新聞ニュースで、ございました。本郷参拝処分場、問題、知事の暴走を許さない、そのためにもしっかりね、知事にね、意見を送っていきましょう。それではね、皆さん、本日はね、朝の早い時間帯、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではね、また、来週もよろしくお願い申し上げます。失礼いたします。はい、そして今週だな、よろしくお願いいたします。